富山近代歴史館は、富山広域品川区にある博物館。富山博物館の文館の一つ。富山港の歴史、富山周辺における日本による統治とそれに対する抵抗運動、近代化に伴う人々の生活や都市景観の移り変わり、近代以降の官米関係などについての展示を行っている。富山近代歴史館の建物は、 1929年9月に東洋拓殖株式会社不山支社の社屋として建設された。東洋拓殖は日本の国策会社で朝鮮において事務資経営を行っていた。日本の敗戦後、この建物は米国に接収され、1949年7月アメリカ文化院が開設された。朝鮮戦争中、不山に 臨時首都が置かれていた際にはアメリカ大使館としても用いられている。以上のような歴史から朝鮮半島に対する外国勢力の支配を富山において象徴する建築物とみなされた。1982年3月18日には富山アメリカ文化院放火事件が発生した。1999年4月30日に韓国政府に返還され、6月には 富山市の所有となった。2003年7月3日、富山近代歴史館として開館した。富山関連の近現代の遺物200点以上を展示している。博物館は1階の映像室、情報検索コーナーと2階の第一展示室と3階の第2展示室に分かれており、第一展示室では、富山の近代開港から植民地時代の富山、 第二展示室では日本が国策会社として設立した東洋拓殖株式会社と韓米関係について取り扱っている。また植民地時代の富山の街並みもミニチュアで再現されている。ありがとうございます。